こんにちは。今日は襟ぐりからぐるぐると編んでいく簡単なプルオーバーを作っていきます。とても可愛いシルエットに出来上がるので、よかったら試してみてください。今回使う糸はポリエステルのふっくらとして柔らかい糸です。今回のデザインは春夏用のさらっとした糸を使ってもとても可愛くて似合うと思います。こういうふっくらとした糸に限らず、お好みの糸で作ってみてください。今回はこのポリエステルの毛糸、ダイソーさんのポリエステル毛糸、色はライム、 150g 入って約600m、使用かぎ針の目安は6号。今回はこれを2本一緒にしてこんな感じで編んでいきます。で、太さはこんな感じです。で、2本一緒にして10号で編んでいきます。6ミリです。あとはとじ針とマーカーを使います。今回のプルオーバーはここから編み始めます。この最初の鎖の数について説明します。今回私は鎖を88、同じ糸で鎖88目で編んだ場合、約68センチ。で、この1周目の部位の数は短い辺が部位が4つ、長い辺は部位が10個。で、この増し目になっている部分、ここは鎖の数を、こっちは2つなんですが、1つに変えて緩やかなカーブにします。こっちも鎖の数を変えて緩やかなカーブにします。その緩やかなカーブの頂点のところ、ここは このマーカーをつけて、その次から数えて13目目にマーカーで、ここにカーブの頂点を作ります。次はマーカーの次から数えて31目目にカーブの頂点で、次も次から13目目、次も31。この鎖の数はこの13、31、13、31、この4つをプラスして88、こんな感じで計算します。で、それよりも簡単な方法はこの88目、これを目安にして部位の数を増やしたり減らしたりして計算する方が簡単です。例えば部位の数を増やす場合、こことこことこことここ、4箇所で部位を増やす場合には、この鎖3つで一模様になっているので、4つの部位を増やす場合には鎖の数は12個増えることになります。で、減らす場合にはその逆で鎖12個減ることになります。で、例えばここはそのままで、この長い辺だけ部位を増やしたり減らしたりする場合には、部位の数は2つ増えたり減ることになります。で、鎖を6個増やしたり減らしたりして好みの広さにします。で、この部位の数を目安にして鎖の数を決めていきます。88目から部位を増やしたり減らしたりする方が簡単です。こんな感じで好みの広さにします。で、マーカーをつけるところはこ
こことこことこことここで鎖を80ワット編んでマーカーをつけていきます。鎖を編んでいきます。でここではゆったりではなくて普通ぐらいのゆるさで編んでいきます。で私はここでは小さめに編んでいきます。鎖編みが終わったらこれを輪にします。ねじれていないか確かめてから最初の鎖、ここには3本糸が見えていてこの2本の糸の下に針を入れます。で糸を引き抜きます。これで輪になりました。次はマーカーをつけていきます。でここにカーブを作ります。でまず今糸が出ているところ、ここに一つ目のマーカーをつけます。で次はマーカーの次から数えます。次から数えて13個目の鎖、ここにマーカーをつけます。で私は小さく作るのでもう少し短くなります。でまた次から数えます。ここではなくて次から数えて31でマーカーをつけます。で次またマーカーの次から数えます。でまたマーカーの次から数えてスタートしたところ、今糸が出ているところが31でこういう形になります。で今マーカーのついているところにカーブを作っていきます。一つ目のカーブを作っていきます。まず鎖を4つ、鎖の根元に長編みを1つ、でこれが1つ目の部位になります。次は足元の鎖1つ飛ばして2つ目に部位を作ります。で部位は長編みと鎖一つでもう一つ長編み、これで V ができました。次は足元の鎖2つ飛ばして V を作ります。最初は鎖一つだったんですが、これからは鎖2つ、カーブを作る時だけ鎖を1つずつにします。足元2つ飛ばして3つ目、で V、 V と V の間は鎖を2つ、1、2、3、
これで鎖が2つ。次は V と V の間に鎖を1つにします。1つ飛ばして2つ目に V を作ります。これがカーブになります。一応ここにマーカーをつけておきます。で、次もカーブのところなので足元の鎖は1つ飛ばします。カーブの1つ飛ばして2つ目。これ以降は V と V の間は鎖を2つずつ、2つ、端だけ鎖を1つにします。で、このまま編んで次のカーブのところまで編んでいきます。鎖2つずつで編んでいきます。カーブの手前まで編んだら、また足元の鎖1つ飛ばして2つ目。ここに V を作ります。次またカーブのところでは1つ飛ばして2つ目に V。で、これ以降は足元2つ飛ばします。1、2、3。で、また で、カーブのところまで来たら足元の鎖1つ飛ばして2つ目に V。次はまた1つ飛ばして2つ目に V。で、ここからは足元を2つ飛ばして編んでいきます。最後の V が終わったら、最初の鎖の下から3つ目、ここに引き抜きます。これで1周目が終わりました。次は2周目。2周目はこの V の中から長編みを3つ。で、まずこの V の内側から糸を出したいので、針を入れて、これを引き抜きます。かぶせるようにして引き抜いて、で、ここから鎖を3つ。1、2、3。これは
長編み一つの代わり、次は長編みを二つ、この部位の中に針を入れて長編み、もう一つ、これで長編み三つ分。で次また V に長編みを三つ。次も三つ。で次も三つ。二周目は全部同じように編んでいきます。で、このカーブになっているところにも同じように長編みを三つ。で、このカーブになるところ、ここにはまたマーカーをつけておきます。で、また V に長編み三つ。で、ぐるっと編んでいきます。長編み3つずつ編んで1周してきました。最初の鎖の下から3つ目、引き抜いて、これで2周目が終わりました。次はまた V を編んでいきます。ただこのマーカーのところではカーブを作りたいので V の数を増やします。この長編み3つ、この鎖は長編み1本の代わり、この長編み3つ分の両端に V を作ります。まず鎖を4つ、1、2、3、4で鎖の根元に長編みを1つ、これで V が一つ。次はここ。これで二つ。で、また次はこれで下では V が一つ、この3周目では V が2つで、こう膨らんでカーブになります。で、このカーブとカーブの間、ここではまっすぐにしたいので1つの V の上に V を1つ1つずつ編んでいきます。で、 V のマーカーのところでは2つにします。ここでは長編み3つの上に V を1つ。で、また1つ。で、次はカーブを作るところ。ここではこの長編み3つの両端に V を作ります。ここに1つ。次はここ。
で、次からは一つに一つ、次のカーブを作るところ、マーカーをつけたところまで一つに一つずつ V を編んでいきます。ここまで一つに一つの V を編んで、このマーカーのところではこの長編み3つの両端に V、 これで一周します。 V で一周してきたら、また最初の鎖の下から3つ目、ここに引き抜いたら3周目が終わります。次は4周目、4周目は2周目と同じように長編み3つで編んでいきます。どの部位にも長編み3つずつ編んで1周します。で、まずこの部位の真ん中から糸を出したいので、針を入れて引き抜いて、長編み1つの代わりの鎖を3つ、次は長編みを2つ、で次の部位にも、ここにも同じように長編みを3つ、ここについていたマーカーはまた付け替えておきます。で、次も長編みを3つ、で、このマーカーのところにも、この V のところにも長編みを3つ、こっちも3つ、で、マーカーは同じところに付け替えておきます。で、こっちも長編みを3つでマーカーを付け替えておきます。これで1周します。長編み3つで1周してきたら、最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。これで4周目が終わりました。次は5周目、5周目もこのマーカーのところではカーブを作ります。ここでは長編み3つのこの塊1つのところに V を2つ、次はこの長編み3つの塊2つ、ここに V を3つ、 V の数を増やします。ここでは V が1つ、ここでは2つ、次は3つ、でこういう感じで広げていきます。で、まず鎖を4つ、で根元に長編み、V を作ります。次はこことここの間で、この今ここに入れたいと思います。V を作ります。ここが広げたところの真ん中なので、マーカーをつけておきます。で、次はここに V を作ります。ここではなくて、ここにした方が綺麗にいくと思います。これで V の数が増えました。これ以降はさっきと同じように一つに一つの V を編んでいきます。ここではまた
こういう感じに広げていきます。さっきはこの3つの両端、次はこの2つの両端と真ん中、 V を3つにします。まずここ次はここ次はここではなくてここに入れていきます。ここが広げて編んできたところの真ん中、マーカーをつけておきます。でここからは次のマーカーのこの手前までは一つに一つの V を編んでいきます。で、こんな感じで一周します。ここまで編んだら、この長編み3つの塊のこことこことここで V を増やしていきます。V を編んできたら最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。これで5周目が終わりました。次は6周目。また V の中に針を入れて長編みを3つずつ編んでいきます。鎖3つと長編みを2つ。このマーカーをつけたところも長編みを3つ、3つ編んだらマーカーを付け替えておきます。で偶数段は毎回この長編み3つ編んでいきます。長編み3つを編んできたら最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。でこれで6周目が終わりました。次は7周目で V を編んでいきます。でまたこの範囲では広げて編んでいきます。1周目は V が1つ、3周目は V が2つ、5周目は V が3つ、7周目は V を4つ、これからも一つずつ増えていきます。で、この範囲に V を4つ編んでいきます。鎖4、根元に で、次はここに V を作ります。ここではなくて、ここに。で、またこのマーカーは付け替えておきます。ここの、この長編みの塊のここに V を作りたいと思います。で、このマーカーがこの広げる範囲の真ん中、こっちよりはこの長編み3つのこっち側、こっち側はここに入れた方が綺麗にいくと思います。こちら側は
ここではなくてここに入れていきます。またこの長編み3つのここではなくてここに入れていきます。で V、 これで V が4つで、これでこんな感じに V が増えていきます。次からはまた一つずつ、でここでまたこの範囲で広げていきます。この長編み3つの上に V を4つ、1、2、3、4、まずここここここではなくてここに V を編みます。で次もここではなくてこここれで V が4つになりました。でまた1つに1つずつ、で次のマーカーのところまで編んでいきます。マーカーのところではまたこの範囲、長編み3つのブロックのこことこことこことここで、次も同じで、次の偶数段ではまた長編み3つずつ、次の奇数段ではまた V を増やして編んでいきます。でこれを繰り返してしばらく編んでいきます。20周編んできました。最後が長編み3つになるように偶数にしています。で糸を切っています。これでだいたい婦人物の L サイズぐらいかなと思います。でお体に合わせてあと2周ぐらい、少なくしても多くしても大丈夫です。で今鎖があるところが背中になります。次はマーカーとマーカーのところを鎖でつないで袖を作ります。鎖のある方、これを上に向けて、でまた編んできた上下を逆にします。でこの鎖のある方ではなくてない方、ここからつないでいきます。鎖のない方で向きは逆、この模様が逆になるように向けて、まずこのマーカーのところ、マーカーのところに針を入れて、糸を出して一回結びます。同じところに針を入れて、ここから鎖を5つ、1、2、3、4、
この鎖の数はきついようであればあと3つ6個増やしても大丈夫です。で、この短い辺をスキップして次のマーカーのところでつなぎます。で、裏から針を入れます。で、糸を引き抜いて、で、もう一回鎖一つを編むようにして糸を切ります。これでつながりました。ここが袖になります。ギュッとして、でもう一方、次は鎖の近くのマーカーとマーカーをつなぎます。さっきと同じ向きのまま、まずこのマーカーのところ、裏から針を入れて、で、同じところに針を入れて鎖を5つ、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、次はこの短い辺をスキップしてマーカーのところ、また裏から針を入れます。で、この時にこの糸玉につながっている糸を向こうに寄せて、で、裏から針を入れます。で、引き抜いて、で、引き抜いた糸をキュッと小さくしておいて、ここから鎖を4つ、1、2、3、4、ここは鎖を5つ、こっちは4つで、鎖の下から3つ目にマーカー、1、2、3、で、この向きを上下を逆にします。首から編んできた方向、この方向でこれから胴体の部分を編んでいきます。で、鎖の根元に長編みを一つ、ここに一つ、これで V ステッチ。次はこの鎖の上、ここには鎖が5つ、1、2、3、4、5、5つあるうちの3つ目、1、2、3、で、この3本見えるうちの2本の糸の下、こっちが2本、こっちが1本、で、ここにまた V ステッチをします。絡めて、長編み、鎖、同じところに長編み、これで V ができました。次はこの最初に糸を出したところ、ここにも V を一つ、で、同じところ、
糸端は後で針で隠していきます。で次からまたこの長編み3つの真ん中に V を編んでいきます。今まで編んできたのと同じです。ここからは V の数を増やさずに下と同じように編んでいきます。このまま次の鎖の手前まで編んでいきます。脇の下のところまで編んでいきます。次の鎖の手前まで来ました。また鎖の付け根に V を一つ、長編み、鎖で同じところに長編みで V ができました。次は鎖の上、また2つ飛ばして3つ目 V を作ります。今鎖が裏なので見にくいときはこっちを見て 1,2,3 ここに V を作ります。で次は鎖の付け根、ここにまた V を作ります。これで V ができました。ここからはまた同じように長編み3つの上に V を作っていきます。このまま V を編んでいってスタートしたところまで、ここまで編んでいきます。 V を編んできたら最初の鎖の下から3つ目、マーカーのついているところに引き抜いてつなぎます。これで脇の下の1周目が終わりました。次は2周目、 V の中に長編みを3つ、真ん中から糸を出したいので糸を出してきて引き抜いて鎖を3つ、1,2,3で同じところに長編みを2つ、この V の中に次も長編みを3つ、今までと同じように編んでいきます。で次も長編みを3つで、ぐるっと同じように長編み3つずつ編んでいきます。ぐるっと編んでここまで戻ってきます。長編み3つで一周したら最初の鎖の下から3つ目、引き抜いて、これで脇の下の2周目が終わりました。次は3周目、また V を編んでいきます。でこの長編み3つの真ん中から糸を出したいので、このまま隣の長編みの上に針を入れて糸を出して、これをかぶせるようにして引き抜きます。これで真ん中から糸が出たので、ここから鎖を4つ、 1,2,3,4 でまた V を作ります。同じところ、
水も V。 今までと同じように V を作ります。で、この V と長編み3つ、 V と長編み3つをしばらく好みの長さになるまで繰り返していきます。入り口から測って約47センチ編んできました。段数は34段。ここも偶数にして、最後が長編み3つになるようにします。で、今回私はロングスカートと合わせやすいように短めにしました。ここはお好みでもっと長くしても大丈夫です。で、最後に細編みで一周します。今糸が出ているところから続けて編んでいきます。で、細編みを編むので鎖を1つ、この鎖の上に細編みを1つ、次も細編みを編んでいきます。長編みの上に細編み、次も細編み、次もこのまま細編みで一周します。細編みで一周してきました。最後はとじ針で始末します。で、ちょっと長めに糸を切って、で、これが最後の細編み、糸を引き抜きます。で、とじ針に通して、で、この最初の細編み、この隣に針を入れます。1,2、手前から向こうに針を入れて、これを引き締めて大きさを揃えます。で、この最後の細編み、上から針を入れます。で、つながるようにして、で、裏で隠します。糸を切って、これで出来上がりです。で、他の糸端が出ていたらそれも隠していきます。で、私はここで終わりにするんですが、ちょっとここに飾りを編んでもいいと思います。私はこれで終わりにします。で、次はサイズを測っていきます。こんな感じに出来上がりました。
で脇の下鎖5つ分広げたので肩周りがとても楽ちんな着心地です。テーリングを広くしたのでとても春らしい感じになりました。で身長によってはもう少し短くてもお好みによっては長くしてもいいと思います。でサイズはこんな感じになりました。上から下までは48、横幅は48、襟ぐりは66、で袖は29の36、使った糸は 300g、 これぐらい残りました。最後までご視聴ありがとうございました。